容量1リットルのランチボックス。容器は少し透けています。蓋を開けると大小と3つに仕切られています。冷凍保存、電子レンジ、食洗機で使用可能。夫のお弁当箱として使おうと思います。仕切りがあるので入れやすく、見た目もシンプルに仕上がる。冷凍食品や冷凍保存袋を立ててすっきり収納できるアイテム。2個組み合わせるとコの字スタンドとしても使える。早速2個組み合わせて使ってみます。スライドさせて好きなサイズにできる。冷凍チキンで試してみます。しっかりと支えてくれました。入れ方を変えてチャレンジ。ちょっとつめつめになりましたが、いい感じ。まな板に敷き、汚れや匂いを移りにくくする使い捨てシート。マス目デザインなので等分カットに最適。ボックスは自立してくれるから良き。特に肉や魚を切るときに使用すると効率的。薄めのシートなので切れたところのまな板に少しぬめりが移りました。オイルを使用しない製法のポップコーン。手間暇かけて煮込んだチョコレート蜜がしっかりと絡む。チョコレート好きを魅了する濃厚な深みのある甘さ。そして香ばしいアーモンドの贅沢な味わい。内容量は 47g。 袋を開けるとチョコレートの香り。名前の通りしっかりとチョコレート蜜が絡んでる。期間限定のハニーレモンポップコーン。こちらもオイルを使用しない製法。銅鍋でトロトロになるまで煮込んだ蜂蜜とレモンの風味の蜜。蜂蜜の風味とレモンの酸味が楽しめる。内容量 42g。 袋を開けたらポップコーンの香り漂う。食べると蜂蜜の甘さ、少しだけレモンの酸味が。割引されていたのでついつい購入。おしゃれなキラキラしたアロマストーンとアロマオイルがセット。ほのかにラベンダーの香りが感じられるボタニカルノート。好きな量だけスポイトで取り、ストーンにかけて使用します。完全にカラーがドタイプ。コンパクトに収納できるシャカシャカバッグ。旅行、海やプールなどに使うために購入。シャカシャカ素材なのでシワ寄りが気になるところ。荷物を詰めたら少しはシワが解消されそうかな。ベルトには英字の文字入り。カジュアルっぽい見た目になります。前掛けや横掛けと好きな持ち方ができるからいいかも。こちらは収納するためのチャック。そしてこちらは容量を広げるためのチャック。購入して気づいたのですが、買って正解。収納も簡単にできる。底を裏面にしたらこのように折ります。チャックを閉めながら生地を中に押し入れたら OK。 自宅で簡単にトレーニングができるアイテム。
2種類のデコボコで自分に合ったマッサージができる。私は首や背中、足に使っています。マーブルピンクなところも可愛くてツボ。買い替えのために購入。同じ大きさですが、マーブルピンクの方が軽い。周囲の音が聞こえる開放型のイヤホン。耳を完全に塞がずに音楽を楽しめます。5時間連続再生。ケース充電は 2.5 回分なので約12時間くらい使えるかな。防滴仕様なのでウォーキングやスポーツ時でも使いやすそう。イヤホンを入れるとバッテリー残量が表示されます。見た目がカエルっぽくて可愛い。箱の裏には説明書書きあり。充電は USB ケーブルを使用しますが、付属はされていないです。差し込み口が工夫された L 字型。横向き操作中の充電にぴったり。 AC アダプターは付属されていないです。カラーはオレンジっぽく見えるけれど、一応ピンクとのこと。 iPhone、iPad、iPod で使用できる。詰め替え製品にそのまま装着するだけ。面倒なボトルへ詰め替える手間が省けるアイテム。いろいろなところで類似品は販売されていますが、スリコが安いなと思い購入。前々から気になっていたから見つけた瞬間にハイテンション。こちらは詰め替え製品を見えなくカバーしてくれます。カラーはアイボリー。切り口は使わず反対側を切ります。ちょこんと飛び出たノズルを切った穴に入れます。ハの字になっているクリップを押すと簡単に挟んでくれます。カバーをつけボタンを閉めると一気にシンプルな見た目に。使い始めは何プッシュかしますが、あとはスムーズに出てきます。